はようございます。おはようございます。皆さん、よく眠れましたか？よく眠れましたか？無事ですか？皆さん大丈夫ですか？すごく皆さん心配だったんですけれども、ファンの皆さん大丈夫ですか？大ちゃん、ありがとう。大ちゃん、トマさん、ありがとう、ありがとうね。ポクピグさんもありがとう。おはようございます。皆さんの住んでるところは大丈夫ですか？葵ちゃん、でもやばいよっていう人はあんま配信見てないかもしれないんですけど、大丈夫かなってすごく心配していたので。私はそう、あの SNS とかあのメールとかともね、あんまり発信できずにいたので、そう、ご心配をおかけしたかと思いますが、お家にいました。ずっとニュースとかテレビつけててニュースとか確認しておりましたね。さあちゃん、みんな無事そうでよかった。本当にリセさん、あ、明けおめありがとう。ロンリーボーイさん、おいちゃんもありがとう。改めて明けましておめでとうございますという新年のご挨拶ですね。皆さん本当にあのまだちょっと油断は禁物ということで、引き続きちょっと身の安全を確保するのが一番というか、いつねそういう事態になっても、自分の住んでるところがね、いつどういうね、状況になるかわからないと思うので、本当にすぐ避難するってなっても移動できるようにね、そう、荷物はまとめておいた方がいいよ。葵ちゃん、ありがとう。おじいさん、ありがとうございます。今年はそう、神奈川には帰らないので、お正月にはちょっと帰らないので、ちょっと過ぎてから、お正月過ぎてタイミング見て帰ります。コウトキさん、ありがとう。そう、私も引き続き安全第一で、皆さんも安全第一で過ごしてください。おはよう。おにぎりさん、ありがとう。昨日はね、配信できなかったというか、もうしなかったので、ね、ああいう状況でしたので、あの福岡の方も注意報が出てたんだけど、夜中の2時くらいかな、多分解除されて、そう、津波注意報は解除されたみたいですね。なんか LINE 撮ってるので、福岡市の注意報は解除されたという感じですね。女性の金髪の目ではすいません、ありがとうございます。今日は、ね、箱根駅にやるみたいです。今日明日ね、やるみたいで、昨日はニューイヤー駅で見てて、普通にそう、朝お昼夕方前くらいまで見てて、普通にテレビ、そし
したらね、もう状況が一変していたのでびっくりしました。本当にコオロギさん、高め、ありがとう。今日は私誕生日、誕生日なんだ、1月2日、すごい、おめでとう。リスタンさん、ありがとう、おはようございます。そうで、まあちょっと今日はね、箱根駅でもありますね。うわ、今日引いてる、誰か、ココモさん、ありがとう、今日引いてる、箱根駅でならね、本当にどうなるか、どうなることやら。ニューイヤー駅伝やろ、一瞬でなくなりました。いやー、私もすごくびっくり、あのね、ほんと余韻に浸っていたら弁してたから、もうそれどころじゃなくなっちゃってた。よしたさん、ありがとうございます。中吉かな、やばい、これ大吉、大吉とか出るのか、おみくじ、おみくじギフトだ。あの、初詣行きまして、昨日ね、みーちゃんとさえちゃんと行って、で帰ってきて、そう、駅伝見て、なんと寝て、起きたらすごい、本当に起きて、多分起きてる時だったかな、普通にテレビつけてたらね、速報がすごく、もう昨日怖かったね、怖かったっていうか、ずっとテレビ見ててもさ、すごく音がするから。国塩さん、ありがとう、大ちゃんもありがとう。余震とかがすごくあるから、そう、それが本当に皆さん気を抜かずね、今日、ルシアさん、今日やめてよ怖い、あいつキングオカネ言われた、本当、ホステムズが寝ない、あ、寝た寝た、1時間ぐらい寝ましたよ。葵ちゃん、ありがとう。今日だってさ、気分が上がりますね。そう、卒業した人ですよね、出てる、すごい見応えが昨日は素晴らしかったと思いますね。いやー、なんかもういろんな映像を見たりして、本当に心が苦しくなったというか、その東北大震災の時の、小さい時のあの記憶がすごく鮮明にまだ覚えてるし、すごくその時を思い出して、すごく胸がギュッと苦しくなりました、いろんな映像を見たりして、うん、大ちゃん、ありがとう、本当に、そう、人生いつどうなるかわからないからね、もう一日一日はやっぱ当たり前じゃないというね、本当に大切に生きなきゃね、明日死んでもいいように今日は駅伝ですね。なんか本当にそうなあ、本当に怖いよね、本当に怖いです。もういろんな情報が、ね、多分飛び交っちゃってるというか、なんかデマを流す人がいるみたいな、わかんない、そういうこういう状況でデマを流すとかはね、でも本当に本当に人間としてどうなんだっていう問題ではあります、ね、本当に、うん、
そんな大人にはなりたくないって思いました。とりあえず福岡も津波注意報は解除されたので、今後またどうなるか、福岡は本当に全然地震は分からなかったんですけど、ね、まあ、いつね大きな地震が来るかも分かりませんから、本当に備えはしっかりって感じですよね。備えはしっかりしてください、皆さんも。ジンジンさん、ありがとう。あれな、何だったかな、おみくじ。北陸、そうだね、九州の方は多分そう、そんなに、北陸の方ね、東北の方も多分来てたのかな。寒い時期だからね、本当に。そうそう、うん、寒い時期は本当に携帯も冷えちゃうと、なんか温度が低いところの方が消費がすごい激しいみたい、バッテリーの消費が。なので温めてた方がいいみたいですね、多分。温めてた方がバッテリーの持ちはちょっといいみたいですけど。見ましたね。そうそうそう、おはようございます。ちょっと皆さんも旅行に行く方とかもね、外に出る方とかもいらっしゃると思うんですけど、気をつけてね。そっちの方に旅行行こうとしてた方もいるんじゃないかな。北陸の方とかにね、旅行行こうとしてた方とかもいるとは思うんだけど、いろいろ変更になっちゃったりしてるのかな。ちょっと本当に気をつけて皆さん過ごしてください。私も皆さんそうですね。おはようございます。昨日はね、全然更新できずご心配をおかけしました。ああいう時はやっぱね、難しいよね。久々でなるっていうね、またもうね、もうどうしようもないというかね、いつを何が起こるか誰も予測できないからね。ドームさん、ありがとうございます。そう、本当にいつ何が起こってもいいようにってこう思っ、改めて気づかされますね、本当に。本当にね、そう、本当に絶対はないもんね。絶対なんてことないです。九州までそう、津波警報が、注意報か、注意報が出ちゃってたので、そう、本当に怖かったんですけど、すごく怖かったんですけど、夜中の2時過ぎくらいに
解除されてたので、今はひとまず解除されているみたいで、昨日はずっと注意報が発令されてたので怖かったです。とっても怖かった。あ、1643ありがとうございます。寝ましたよ昨日は。でもちょっと早めに寝ましたよ。怖いというかね、ちゃんと寝れる時に寝とかないとね。寝ておりました。だから早起きニュースとかちょっと確認したくて早起きしました。おはようございます。今年もね、ショールーム配信明けましておめでとう配信はしてなかったので、これが今日がこの配信がね、そう、あれかな、ありがとう。今年もね、いろいろ配信でね、皆さんとプライベートの時間を共有できたらなと思ってます。2024年もよろしくお願いします。おはようございます。今日めことよろ。よろしくお願いします。皆さん安全第一、健康第一で、それだけですね。とにかく今がどういう状況なんだろう、全然現地の方が。昨日もニュース見てたら震度7ってなって、夜 7? またってなったら誤報でした、3でしたみたいな、3、4大変で、誤報が一番怖いわと思って、本当にびっくりしちゃった。また震度7って来たら、思ったら誤報でしたって思って、そんなことあるのって思ってびっくりしちゃいました。おはようございます。象徴の人、そうね、来ましておめでとうございます。レッチありがとう。ハウステンボスのライブにも、そうだ、改めて来てくださった皆さんありがとうございます。最後に配信したのが大晦日のライブ、スペシャルライブ前に配信させていただいたので、そっから多分配信してないから、そう、
ね、見てくれた人、来てくれた人、本当に来てくれた人はすごく寒かったと思うし、遠かったと思うし、遠かった方もいたと思うし、本当に長い時間ありがとうございました。そう、見てくれた人は、ショールームは本当はやらない予定だったんですけど、できないわけじゃなくて、画質が荒くなっちゃうじゃないですか、ショールームって。それだったら高画質の方がファンの方が SNS とかでも、まあ、今見れる時代ですし、動画として残せるから、 SNS でもね、公式 X の方で。だからそれだったら、まあ自分は動画を回した方が、後で載せて見れるんじゃないかなって思って、まあショールームもできる状況ではあったんですけど、あえて動画を撮ろうと思って選択しました、動画を撮るということを。でも、まあ、ファンの方的にショールームも見たいかなっていう方も一定数いるかなと思ったので、一応まあ、急遽原っち急遽マネージャーさんに定点、固定ではあったんですけど、定点カメラでステージ上の雰囲気だけでも、まあなんかそういう、なんかなんて言うんだろう、自分たちでこう、自分たちでっていうか、そういう配信サービスなかったから、今回のイベント、そう、配信がなかったのでできることではあったんですけど、しかもハウステンボスさんもいつもなんか、そう、まあすごくたくさんよくしてくださって、いろいろね、そう、協力してくださったりするので、できることではありました。そう、定点カメラでショールーム配信をしましたね。一応なんか少しだけリアルタイムでもね、感じていただけるように、大晦日 HKT 頑張ってますっていう、楽しんでます、皆さんと楽しんでますっていう状況を、映像をお届けしました、ショールームの方でも。はい、そうですね、行けないって方もたくさんいたと思うので、現地には。なんで、まあ動画とかもね、お届けできてよかったなと。そう、本当に、そう、皆さんからのお言葉もらって、確かに今年もやりたいなとは思ってたので、そう、自分が結構今年は結構動きました、私が去年は黒木さんがいたんで、黒木さん結構いろいろしてくださったけど、私が自らなんかいろいろ動いて、ちょっとできるか、ステージ上でね、できるかちょっと不安だったんですけど、なんとか撮影できてよかったです。そう、タタンさん、ありがとう、おはようございます。そんな感じでね、お届けできてよかったし、まあ、本当に来てくださった方もありがとうございます。本当に年越しの瞬間、雨が降っちゃってたからさ、皆さん大丈夫だったかなって思ったんですけど、来てくれた方は花火見てた時、多分大雨降ってきたと思うから、私たちはすぐバスで、車両で移動して楽屋に戻れたんですけど、みんな濡れたんじゃないかな、結構外天気悪かったですもんね。そう、花火もちょっと見ましたよ。杉太郎さん、ありがとう、葵ちゃんもありがとうございます。あれができるの素晴らしい会社すぎる、なんかありがたいですね。そう、ああいうことやらせてくれるマーキュリーありがとうっていう気持ちではあります、本当に。タイム
そう、タイミングよく雨が降ってきましたね。逃走中まだ見れてないんですよ。本当にもうありえない、ありえません、ありえないですよね。もうなんかそれどころじゃなかったよね。大晦日もお仕事して、その後昨日も 見ようかなって思ったんですけど、見れる状況でもなかったね。すいません。すっぴんすっぴんすっぴんです。ダメ、ダメ、映っちゃダメな、ダメよ。え、あの、すごいじゃん。おはよう。あ、でも知ってますよ、なこさんが最後まで残ったのも知ってます。あの、残ったっていうか、もう最後何秒、数秒までも残ったんですよ。素晴らしい、ちょっと映って本当に素晴らしい。早く見たいな、ゆっくり見たい。そう、あと4分くらいで今何時、5分、今この時間、はい、昨日ね、初詣ね、すごく綺麗な、綺麗だったというか、あの隙間から見える感じがちょっと幻想的だった。最初雨降ってて、ね、雨降ってた家出た時は、そうそう、家出たっていうか、雨降って、バスタンバスから帰ってきたら雨降ってたよね。雨降ってた、そう、雨降ってて仕事始め行ってきました。え、すごい頑張って、そういう方のおかげで、そうだね、そういう働いてる大人の方々のおかげで日本は成り立ってます。今日もありがとう。今日もありがとう。今日も行ってらっしゃい。ちょうどさ、雨上がったよね、うん、そう、あのちょうど雨が止んで、そう、あ、初詣の時間にね、あの初日の出の時間帯にはそう大丈夫でした。あの5分くらいで食べた。あなたたちはね、アイリとみーちゃんは5分くらいで、下にある岩井屋かな、岩井屋さんかな、なんか和菓子屋さんのところでちょっとお餅とか、お餅とか、お抹茶、お抹茶、私は甘酒飲みまして、あの飲んでちょっと食べていったんですけど、時間が結構ギリで、初日の出までの時間が、2人のやつがさ、そう、あの時間かかっててね、ちょっとあれじゃない、甘いやつだったじゃん2人は。そう、だからさ、デザートって思ってさ、そうだ、ね、サイが食べ終わるの待ってたのかな、お店の人、それだったかも。それでまあちょっと時間がギリだったので、もうなんか2分くらいだね。あり2人とも書き込み、お餅は喉に詰まらせたら危ないのでずっと言ってたよって言いながらゆっくりゆっくりねっていうことで、まあなるべくちょっと急ぎましたね。急いで食べたりとかで、見れて、一応まあ見れました。光が見えたのですごく良かったです。でおみくじ引いて、愛理とさえちゃんが大吉で、みーちゃん中吉だったね。みんないい感じだった。内容結構良かったので、そうで、でその後帰ってきて、回りして、で夜ご飯にお寿司を食べたんですけど、美味しかった。決めてたんだよね、ね、もう1日はお寿司を食べようって、お寿司を食べようねって言ってて、美味しかった。お寿司美味しかった。そう、めっちゃね、あのやっぱお正月はお寿司とかお刺身とか結構よく毎年食べるのでね、そう美味しかったね。うん、愛
ギはね、何が美味しい、あのね、やっぱ大トロ美味しかった、縁側の炙り、縁側炙り、うん、美味しかった、炙り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 が美味しかった、炙り、あれやばいね、まず普通のやつも食べて、え、美味しいなってなって、うん、炙り食べた瞬間に超えてきたと思って、あと、あ、甘いも美味しかった、美味しかった、お寿司って本当に世界を救うよ、そうという感じで、昨日はあのご飯、美味しいご飯をあの食べました、お寿司を食べました。というわけで皆さん、今日も一日ちょっとあのお正月ということで、ね、皆さん安全第一、健康第一にお正月もお過ごしください。またあの昨日は SNS ちょっと配信できてなかったんですけど、あんまり今日は遅れたら送ろうと思うので待っていてください。メールとかチャットとかでよろしくお願いしますね。うん、さえちゃんも無事でございます。はい、ではランキングあります。13位コウトキさん、12位ドームさん、11位タートンさん、10位タカム、9位ユキロさん、8位フォクピグさん、7位ポップコーンさん、6位ジンジンさん、5位ヘルシアさん、4位ヤシタンさん、3位クニショウさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。皆さんもちょっと安全第一に過ごしてね、ありがとうございました。はい、ありがとう。